毎度フローターパイロットのヒロボーです。今回は1級スコーピオン MGL を組み立てていきたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。前回の組み立て動画でアドバイスをいただき、グリス DG01、グリス DG04、グリス DG06 を購入してみました。そして筆を使うと便利ですよっていうことだったので筆も購入しました。アドバイスありがとうございました。そして島野さんに電話をしていろいろ聞きました。オイルはバンタムオイルを勧められましたので SSRO-01 を購入しました。グリスの使用箇所は島野さんのホームページの URL を動画の説明欄に貼っておきますので参考にしてほしいと思います。それでは組み立てていきたいと思います。塗っているグリスはここの左端に置いておきたいと思います。そして万年皿みたいなのに出して筆塗りしていきます。まずはクラッチレバー周りから組み立てたいと思います。このクラッチレバーのここの四角い穴にこちらのパーツのこの部分が入ることになります。それではグリスを塗っていきたいと思います。筆につけてここに塗っておきます。よいしょ。おー、筆は便利ですね。そしてこちらにも塗っておきます。よいしょ。クラッチレバーのここの部分を引っ掛けていきます。それでは溝に先ほどの引っ掛ける部分を入れます。こういう感じで入りました。次にこのパーツを先ほどの四角い穴に入れます。よいしょ、入りました。そしてネジ止めします。よいしょ、ぐるぐるっとぎゅっぎゅっ、こういう感じでレバーがきっちり入りました。次にこちらのパーツを組んでいきたいと思います。ここの出っ張りとここの引っ込みが合うように組みます。こういうイメージです。そしてこのバネの長い方がここの穴に入ります。バネの短い方がこちらの穴に入ります。そしてここの出っ張りがここの穴に入ります。それではグリスをまた上からちょっと塗っておきたいと思います。そしてここの穴にもグリスを塗っておきます。このバネの長い方を穴に入れます。よいしょ。そして短い方のやつをこっちの穴に入れます。このパーツにもグリスをちょっと塗っておきたいと思います。よいしょ。そしてここのクラッチレバーを下に持っていってこれをこのポジションにそれぞれ持っていきます。そしてこのパーツのここの穴に入れます。全体を押さえてパチッと入れます。よいしょ、パチッと入りました。そしてグリスをちょっとだけ中にも塗っておきます。よいしょ。そしてボールベアリングを入れておきたいと思います。よいしょ。ボールベアリングにオイルを差しておきたいと思います。よいしょ。そしてこちらのパーツの裏にグリスをちょっとだけ塗ります。そしてこのパーツを入れます。よいしょ、カチッと入りました。そして落ちないように気をつけておきます。そしてこことここをネジ止めしていきます。こういう感じでネジが2箇所止まりました。動作確認です。次にレベルワインダー周りを組んでいきたいと思います。
こちらにオイルを挿しておきたいと思います。よいしょ。そしてグリスを塗っておきたいと思います。よいしょ。そして入れます。よいしょ。次にこのシャフトを入れるんですけども、こっちがちょっと段になって、こっちは段になってないです。こっちを持って、段になってる方を刺していきます。こちらの穴に刺していきます。そしてここの穴にこのシャフトを通します。よいしょ。そしてパチッと合います。ここのパーツがプラプラするとやりにくいので、マスキングテープかなんかでこういう感じで貼って固定しておいた方が作業はしやすいと思います。次にこちらのカバーの周りも少しだけグリスを塗っておきたいと思います。よいしょ。そして入れます。よいしょ。そしてここがパチッと合いました。グリスをちょっとだけ塗っておきます。よいしょ。そしてよいしょ、ワッシャーを1枚入れて E リングを入れます。なくさないようにパチッと締めます。よいしょ、パチッと締まりました。そしてまたグリスをちょっと塗っておきたいと思います。よいしょ。そして入れます。奥まできっちり入ったらこのパーツを入れます。よいしょ。そして締めます。カバーのここのポッチがここの穴に入ります。穴を意識しながらカバーをします。よいしょ、パチッと入りました。ネジ止めします。よいしょ、ネジも止まりました。マスキングテープを取ります。よいしょ。そして動作確認です。次にこちらのパーツを組んでいきたいと思います。次にシャフトにバネを入れます。よいしょ。そして入れます。締めておきます。そして E リングで留めます。よいしょ、なくしませんように、カチッカチッと入りました。それでは今回はここまでにしたいと思います。よいしょ。島野さんに確認すると、グリスの DG06 とこちらのリールスプレーグリスの成分は同じみたいです。ただこっちはスプレー式の分だけあって少し柔らかくなってるみたいです。そしてこちら、前回はこれぐらいしか振ってなかったので水っぽくなってましたが、めちゃくちゃ振ると、よいしょ、こういう感じでもっこりしました。アドバイスありがとうございました。ご視聴おおきに。